む、あなたを殺してしまう。では止められ、あれ、逃げて。嫌だ。僕はもうあなたから、あなたの背負う全てのものから何一つ逃げたりはしない。こんなくだらない遠回りをしてしまった。もう十分だ。僕はあなたにこの思いを届けたい。あなたを本当に失ってしまうその前に、あなた、ライバ様、僕はこの思いをあなたに届ける。俺たちも追いかけよう。ここがパライバ様のスピルメイズ。パライバマリントレ様、初めてお会いした時から僕はあなたを愛していました。そしてこれからもずっと、たとえあなたに殺されようとも、永遠にです。初めて会った時から。ああ、この子がラブラドのお子さん。はい、ぜひマリン殿下から祝福をお授けください。祝福。息子の名はカルセドニー。その名を呼び、王に触れてやってくださいませ。わかったわ。カルセドニー、早く大きくなるのよ。パライバマリンドレ様、この我が息子があなたを生涯お守りする騎士となりましょう。この子が私を守る騎士に。おしめを変えてやらねばなりません。おしめ？私知ってるわ。私にやらせて。あ、いや、しかし。私がしてあげたいの。だってこの子は私を守る騎士なのでしょ。はあ、お望みとあらば。僕はただあなたを守る男になりたかった。どうしてこんな遠回りをしてしまったのか。これからはたとえどこにいようとも、どれほど離れていようとも、僕のスピリアは常にパライバ様、あなたと共にある。あなたを心から愛しています、パライバマリンドレ様。私も。
ライバ様。バライバ様。分かった。カル、生きています。お体は大丈夫ですか？足の感覚がありません。足が、そうか、ゼロムのせいで。あなたが無事なら足が動かないことなど何でもありません。それよりバライバー様、初めて会った時から愛していましただなんて覚えていないのは当然ですけれど、私たちが初めて会ったのはあなたが赤ちゃんの時ですよ。え、いや、初めてお会いしたのは少年騎士の称号をいただきに登場した時でしょ。いいえ、はっきり覚えています。私、あなたのお使命を変えてあげたのですもの。あの時からあなたが私を好きになってくれたのかしらと思ったらおかしくて。僕のお使命を変えた？うん、見られたな。完璧に見られたな。初めて会った時から惚れた女に男を見せてたのか。羽の兄さんも隅に置けねえな。あの赤ちゃんがこんなにも頼もしい騎士になってくれたのですね。それに比べて私はなんと情けない皇帝なのでしょう。恐れながら陛下、過ちにお気づきになったのならそれを正せばよいのです。今こそ世界は陛下のお力を必要としています。一体何が頭が割れそうだ。そうですね、帝国皇帝として今できることをやらねば、あなたたちと共に笑う資格などありません。フロシュラー上将、大至急突撃部隊を編成。城に入り込んだ化け物たちを一掃しなさい。その際、器物の損壊などの考慮は一切不要です。はあ、聞こえませんでしたか？耳が遠くなったのなら代わりのものに申し付けましょう。誰か代わりのものを。いえ、パライバ陛下、勅命受けたまわりました。アーカム教主、決勝騎士団は帝都民の救護と避難を担当してください。軍の掃討作戦が終わり次第、病人、子供、老人、女性を優先して城内に収容するのです。しかし決勝騎士団には相馬もなく、ガルデニアも復活し、もはや世界は相馬などなくとも、傷ついた民に包帯を巻くことも、子供たちにパンを配ることもできます。しっかりなさい。あなたはクリードと戦った勇者なのでしょ。見苦しい姿を、陛下、勅命慎んで。地方軍と地方教会も連携して、各都市と村落の防御を固め、全力で帝都の民を守ってください。各大臣は早急に全土の被害状況をまとめ、救援物資の手配を。民の救命を最優先に。私欲をもって無用に争う者は皇帝の名において厳罰に処します。たとえそれが教主と上将であろうとも。ははっ、よい。お見事です、パライバ様。カル、これから私は直接民衆に団結し冷静に行動するよう訴えます。ですが、この足では立っているだけで精一杯です。パライバ様、
あなたが世界を背負うとおっしゃるなら、僕は世界ごとあなたを支えましょう。ありがとう、カルセドニー・アーカム。私だけの騎士。カル様。よかったね。なんだよ、隊長もやればできるじゃん。よし、俺たちも一緒にマリンさんを支えようぜ。カルセドニーが言ってるのはそういう意味じゃないんだよ、きっと。え、だってみんなで支えてあげた方がいいだろ。え、あれ？リッチア様、ガルデニアによって世界は白化の危機にあるのですね。はい、どうかその事実、そして諦めない決意を人々に伝えてください。本物の眠り姫はとても強いお方だったのですね。私もあなたの勇気を少しだけ分けていただきます。私はパライバ・マリンドレ。今私たちの世界は夢を喰らう魔物ゼロムと黒い月ガルデニアによって滅亡の危機にあります。あれらは人のスピリアを食い尽くす化け物。眠り姫のおとぎ話は事実だったのです。しかし希望を捨てないでください。帝国は総力を挙げ皆さんをお守りします。軍と教会のくだらねえ争いも止められなかった皇帝様が偉そうに言うじゃねえか。そうだそうだ、自分だけ安全なところに隠れていたくせに。貴様ら皇帝陛下に対しなんと無礼な。いいえ、その方々のおっしゃる通りです。私はずっと皇帝としての責務から逃げてきました。その挙句ゼロムに憑依され、私を守ろうとしてくれた人の命すら奪おうとした弱い人間です。でもそんなスピリアの弱い私だからこそ皆さんに伝えたい。どうか絶望や悲しみや怒りでスピリアを閉ざさないでください。私は知っています。人のスピリアは一つだけではとても弱いものけれど、互いに触れ合わせ支え合えば決してくじけない強い力が生まれるのです。何言ってんだ、スピリアなんて形のねえもんで、あの化け物どもと戦えたのか。形はないけど感じられるじゃないか。みんな感じたことがあるはずだ。誰かを助けたいって強い思いを、支えてくれる誰かの温かい思いを、こんな時こそ胸の思いを、自分のスピリアを大切な人に伝えてほしいんだ。そりゃすごく難しくて、俺だってまだ琥珀にうまく伝えられてないけどさ。ちょっと何言ってるのよシング、世界中の人が聞いてるのに。え、あ、忘れてた、ごめんつい。こんな時に何を言い出すんだ。
こら坊主、情けねえぞ。男ならビシッと決めやがれ。あら、男ならなんて古いね。お嬢ちゃん、今は女からどんどん攻める時代だよ。そうです、この力です。大切な人への思いはたとえ絶望の中でも微笑みを生むのです。世界中の誰もが持っているこの力が全てつながれば、あのような化け物たちなど恐れることはありません。そんなのでよけりゃ、うちの母ちゃんの霧でも化け物どもとやり合えるかもな。うちの母ちゃん強えんだ。すまねえ、みんな化け物どもにビビって見苦しいとこを見せちまった。我々軍の方こそメンツにこだわり被害を大きくしてしまった。申し訳なかった。それは教会も同罪だ。みんなに償いをさせてほしい。謝り合ってても仕方ねえ。何か俺らにできることはないかい。何でも言いつけてくれよ。軍の備蓄物資を各地に届ける人員が不足しているのだ。ぜひ力を貸してくれ。俺もやるよ。故郷の村を助けに行かなきゃ。こっちも頼む。看護の人手が足りないんだ。私、医学の勉強をしているの。まだ見習いだけど手伝わせてください。じゃあ、私らは炊き出しの準備だ。一方、僕は弟と妹が泣かないように面倒を見るよ。ありがとう皆さん、本当にありがとう。リチア、人々のスピリアがつながっていくのが分かる。恐怖やわだかまりを超える勇気が、人が人を守り慈しむ優しさが、決して絶望に屈しない明るさとともに、温かい愛の思いを世界中に広げていくのが分かります。あ、なんて温かな力でしょう。そうさ、リチア、君の悪夢を止める勇者は俺たちじゃない。そう、世界中のみんなのこのあったかい思いこそリチアの勇者なんだよ。ありがとうみんな。フローラ姉様、今ならわかります。理想世界のために本当に必要だったのは、恐れず諦めず誰かに思いを伝え、スピリアをつなげていく。こんなにも当たり前のことだったのですね。大丈夫ですか、リッチア様。ええ、あなたの演説が
私のスピリアにも力を与えてくれましたから。それはい、カルから聞きました。クリードを止めるためにこのペンダントが必要なのですね。よし、非岩石、ゼロムストーンは手に入った。残る素材は煉獄竜ボルガジョーズのフレアホーンだ。なんか聞いただけで嫌な予感大爆発の名前だね。ボルガジョーズはサンドワームと同じゼルランド固有の巨大生物ですわ。2000年を生きた私も噂を数回聞いたことがあるだけの幻の竜。急ぎ調べさせたところ、つい最近グースの民より目撃情報が入ったとのことです。グースか、あの温泉の里だな。よし、すぐに出発しよう。隊長、もうちょっとくらいゆっくりしていけばいいのに。パライバ様とまだプチューっと決めたりもしてないんだろ。ペリドット、パライバ様に対する不敬発言、罰として帰ったら大聖堂に床磨き3ヶ月だな。なんだよ、急に強気になっちゃってさ。僕がいつまでも言われっぱなしだと思うな。いいな、床磨き3ヶ月だ。うそー、ガルデニアやゼロムよりそっちのが泣けるよ。あれ、そういえばカル、今俺たちにも僕って。あれだけのことを見られたのだ。もうお前たち相手に拾っても仕方ないだろ。なんだ、やっぱりまだまだ可愛いとこあるじゃん隊長。カル、マリンさんへの告白かっこよかったぜ。ああ、でもあれが僕のパライバス前の真実の思いだ。あなたが世界を背負うとおっしゃるなら、僕は世界ごとあなたを支えましょうか。いいセリフだよな。俺も告白の時にちょっと書いて使おうかな。ダメだ、真似など絶対に許さないからな。あの言葉は僕とパライバ様だけのものだ。だから二人だけのものにしたいんだ。うん、そうだよね。つまんないこと言ってごめんよカル。シング、お前も他人の言葉を借りるのではなく、本当に必要な時には自分の言葉で思いを伝えるべきだ。その時が来れば必ずできる。その時が来たら俺も。しかしイネスのってバカでかいよな。どうすればあんなに育つんだ。ああ、確かにあのデカさの女はそうそういねえよな。おい、女性の体について意見するなど失礼だぞ。いいのよ、小さい頃は普通だったのに成長期に急に大きくなっちゃって、我ながら恥ずかしいわ。俺、触らせてもらったけどすっごく膨らんでてプニプニで柔らかかったよ。触らせてもらった？なんとハレンチな。サイズだけではなく形状、柔軟性、性能も自分の記録中で最高のものだ。私のもかなり大きいみたいですけど、イネスにはかないませんわ。やっぱり超大きいよね。うん、10個も食べちゃうイネスの胃袋は。胃袋？
お前たち紛らわしい物言いをするな。ん？何と勘違いしたんだろう。変なやつ。Thank you.